こんにちは、皆さん。今回はリップルパーティーと XRP のロック解除に関する話題をお届けします。リップルファンの皆さんは先日の勝利パーティーで何か大きな発表があるのではないかと期待していたと思います。私もその一人でしたが、残念ながらその期待は裏切られました。パーティーの前には XRP の価格も 10% も急上昇して期待値が上がりました。パーティーではレニー、クラビッツのライブもあり盛り上がったようです。しかしリップル CEO のブラッド・ガーリンハウス氏がツイッターで投稿した内容にはがっかりと驚きがありました。今夜のプロパーティで多くの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。私たちが一丸となって成し遂げたことを祝うために人々が集い、 SEC に裁判所の判断が重要であることを思い出させ、進歩には戦う価値があることを伝えることに興奮しています。とまあここまではよしとしましょう。問題は次の投稿です。そしてみんなが気になっている発表に関しては、今夜のイベントはただのお祝いなんだ。さすがに何かしら一つぐらいは用意してもらいたかったものですが、がっかりです。そして次の投稿が驚きです。彼は SEC との訴訟で部分的に勝利したことを祝うためにリップルのロゴを腕にタトゥーしたというのです。しかもそのタトゥーには2023年7月13日という日付が入っていました。これは訴訟で重要な判断が下された日付です。日本で一流企業の CEO が額を匂わせておいてタトゥーでしたとなれば大炎上しそうですが、海外のある記事では暗号の世界で影響力のある人物の揺るぎない献身の証です。暗号通貨は単なる金融商品ではなく強力な文化的シンボルであるという考えを強化します、とまで書かれています。とはいえ投資家はがっかりです。価格も急落しました。そして今日10月1日にはリップルから XRP の10億枚がロック解除されます。これは毎月恒例のことですが、市場に影響を与える可能性があります。過去のデータを見るとロック解除される前後日には XRP の価格が下落する傾向があるように見えます。もちろんロック解除された XRP が全て市場に出回るわけではありません。実際にはほとんどが再びロックされています。しかし市場の心理的な影響は無視できません。一方で XRP のウォレット数やトランザクション数は増加しています。これは XRP の需要や活用度が高まっていることを示しています。今回はリップルパーティーと XRP のロック解除についてお伝えしました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Thank you.